皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってきました。はい、この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、お悩みではなく、なんかご報告の、そうですか、はい、お便りが来ましたのでご紹介いたします。はい、お願いします。お名前はカホさんという女性の方です。植草、はい、先生こんにちは。私は38歳女性、ぽっちゃり丸顔だけどなぜか32歳で通る女です。植草、はい、先生を知る前に別の結婚相談所に入会をしていたのでマリーミーにお世話になることはありませんでしたが、この番組には大変お世話になりました。この度めでたく婚活を卒業できましたのでお礼と報告をさせていただきます。お、素晴らしい。さて、38歳の時に婚活を始め8ヶ月、自分にはもったいないほど素敵な男性からプロポーズをいただきました。私は37歳前半まで出版社に勤務していた編集者、弱小の出版社で100時間残業という超ブラック企業におりました。しかし結婚したいと思い一念発起、大手企業に入って履歴書スペックを上げると誰もが知る大手 IT 企業に転職してから相談所へ入会しました。新しい会社勤務と婚活という二足のわらじとなったので1年で結婚するというタスクを自分に課し、そのためにはありとあらゆる趣味をも捨て土日は婚活に捧げると闘志を燃やしました。はい、そして7キロのダイエットもしました。すごい。当時自分が37歳だから男性は43歳から48歳にターゲットを絞り、3つの条件だけ決めました。それは6大学か国立の学歴、そして自分よりも年収が上であること、それは650万以上、そしてその男性は仕事が好きであること、この3つの条件に決めました。その他は私がお相手に顔が好みじゃないなと感じた時は、お相手の方も私に顔がもっと可愛いかと思ってたと感じているんだろうなと思うことにして、はい、ちょっと髪が薄いなと思ったら胸が小さいなと思われていると思い、背が小さいなと思ったらデブだなと思われていると思うなど、はい、思ったら思われている感覚で進め、3つの条件以外を望むことは分不相応であると割り切りました。仮交際からの初回のデートは会話はすべて私からの質問で終了。正直うけー、こんな男初めてだ、つまらねえ、やべえと感じ、3回目のデートの後までは胃痛で帰宅後毎回吐いていました。それでも人は3回以上会わないと話せない人だっている。仕事が好きな男性なら生活に支障はない。何より私は自分の年齢を考えると私から断るなんてお相手に失礼千万、断るまではアウト、ここでも割り切り会い続け、会話ができるまでに10回ほどかかりました。しかしその甲斐もあり、44歳東大卒一流メーカー1000万円男子をゲットさせていただきました。おめでとうございます。今ではお相手をとても尊敬しており、彼がどんな僻地に転勤になろうともパソコン一つ持って仕事をしながらついていくぞと割り切れるまでになりました。相手の年収が何だろうと私は育児などがない限り私の年収を下げるつもりはありません。私がこう婚活を成功させるに至るまで植草先生のラジオが心の支えでした。私の相談所はアドバイザーは正直連絡係でしかありませんでした。うちに帰っては寝るまでこのラジオを聞き続け、いくつか婚活の動画サイトをルーティンしていましたが、植草先生が叱咤激励しているときは自分のことであると戒め、素直な人間が勝つと言い聞かせました。なるほど。洋服も婚活ワンピを3着、そしてリボンベルトを買いました。趣味が宝塚歌劇の観劇なので、もう自分は宝塚の娘役だと思いコーデしました。
ヒールは3センチ5センチを揃え、お相手の身長を事前に調べてどちらを履くのかを決定。その他にもブラック企業戦士だったので傷んでいた髪の毛をお金をかけてリフォーム。黒髪ロングで天使の輪ができるツヤ髪にしました。髪の毛って本当に大切でした。髪の毛のリフォーム後は断れることはほとんどありませんでした。相談所の入会金の他に雑費もろもろ20万円で成婚できるならお安いんだと言い聞かせました。結婚式は地味でいいし、なんなら両家の食事会だけでもいい、その分婚活に全てをかけるとも言い聞かせました。私はこれまでそれなりに遊んではいましたが、いわゆるパーティー女子で、その他は仕事しかしてない人生でした。仕事があれば男は飯友だけでいいとも思っていたんです。しかし婚活をするにあたり、自分の取り柄はキャリア女子であること、本当にそれだけ、あえて言うなら料理はできるかなみたいな。しかも婚活セミナーで言われる、わあ美味しいといった可愛い身振り手振りするような女が大嫌いなタイプです。正直婚活市場では問題児でした。可愛く微笑むことすらプライドが許さない私でしたが、胃痛と吐き気の繰り返しにも耐えながら頑張りました。まさに婚活は就活以上に難題でした。どんなプロジェクトより大変でした。それでも半年本気で頑張り成功に至りました。皆さんのお悩み相談を通していつも叱咤激励してくださっており、とても嬉しかったです。ありがとうございます。幸せになります。最後に、私のようなものが言うのはなんですが、アドバイザーの言うことを素直に聞き、だって私は物足りないを NG ワードに掲げ半年、このラジオを毎日毎日同じ番組を何度も聞きながら本気になること、それが一番の成婚への近道だと思います。婚活を通じて人生勉強させていただきました。さて次は早速妊活に入ります。次のタスクも本気で勝利できるように頑張ります。素晴らしい、ね、大変ですね婚活。いやーびっくりしちゃった。よく、まあ、今かなり長かったですけど、はい、面白いですね。面白い方ですね。明るいね、はい、明るく楽しくストレスを抱えないようにやったんですね。まさに目的思考ですよね、うん、目的が結局その3つの、ご自分のこだわりを3つ決めてましたよね。学歴、収入、そうそうそう、うん、仕事のやる気、うんうん、はい、でそれってそんなに高いハードルじゃないんですよね、彼女が挙げてたのは。そうですね、それ以外は問わないってことでしたもんね。そうそうそう、うん、だからそこに重きを置いているの で素直でしょ性格が、はい、だからこそ勝ち取ったんだと思う。思ったら思われるってね、そうそうそう、薄毛の人だったら自分が胸がちっちゃいと思われてんだろうなとかね。それね、もうみんなね、婚活してる人に見習ってほしい彼女、ね、びっくり。やっぱ素直であることと、うん、結婚したい人のタイプを絞るっていうことが重要なんですかね。そうそう、あのね、いっぱいワードキーワードありましたけど、はい、そのご自分が仮交際の時は質問ばっかりしていたって言ってましたよね、はい、1回目のデートは、うん、はい、でこれがやっぱり成功ですね、彼女の一番の。要は婚活してる女性ってこう待ち子、待ってる人多いんですよ。で男性も待ってる人が多いんで、待ち子と待ち子で、でどうぞ質問してくださいっていう態度の女性が非常に多いんですね。で、うん、それだとポツンと喋って、あのプロフィール見たんですけど、ってこんな感じで、でシーンとなってまたポツンなんてやってると、はい、1時間の間でその聞き込みができないわけですよ、はい、で彼女はそのデート、お見合いとかデートの時に聞いて聞いて聞いてリサーチしたんでしょう ね、 そうですね、質問だらけってこと、はい、でリサーチしたから、相手の人が髪の毛が薄かろうが、あのおデブさんだろうが何であろうが、その周りで判断しない、ビジュアルで判断しないで中身の人となりで判断できたんでしょうね。お仕事のやる気があるかとかですもんね。そう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 、だからそこが勝因です、彼女の勝因で、無駄なことをしてないよね。
要はその編集者でやってらした時って、はい、ご自分でもおっしゃったけどブラックでしょ、はい、ブラック企業で100時間とかって残業してるわけだから、はい、当然デートの時間のお見合いの時間も取れない、はい、だからその転職をして、はい、まあ、誰もが知ってる有名企業に行った、はい、見栄えもいい、はい、で時間も土日は完全に休み、休めるっていう準備をしてますよね、はい、完璧、相当頭がいいですよ彼女。そうですよ、だってご自分よりも学歴が上っていうか、うん、国立か六大そうでしょうね、ですからそもそもやっぱりいいところの、うん、そうね、出版社に働いてらっしゃるでしょ、はい、で頭がいいんですよ。38大企業に転職できるわけですか、ね、素晴らしい。やっぱりね、私もいつも言ってるけど、彼女が言ってくれてるよね、素直であることが一番、これが一番でしょ、はい、でもう一つやっぱり頭いい人は、はい、目的がぶれないんですね。目的で彼女ほら目的通りじゃない、うちに帰ってきて何でも何でも何でも動画聞いてくださったんですよね、はい、このラジオの動画を YouTube で同じものを、ね、すごく上げていただいたかもしれないですね、もうね、同じものを何月何日の放送とかっていうのをね、あ、これ自分のことだわと思って言い聞かせながら、うんうん、もっと言ってもっと言ってっていうことで聞いてくださってたんだと思うんですね、はい、これすんごい宣伝ですよね、彼女ね、宣伝してくれてる本当に嬉しい限りですけれどもね、すごいよく勉強したね、びっくり。私のセミナーを聞きに来てくださったのかなってちょっと思ったりしたんですけどね、はい、セミナーでよく言うおいしいとかっての言えないって言ってたんですね。そうですね、うん、そうそうそう、はい、セミナーで実際に足痛い寒い暑いおいしいとか入ってるんで、もしかしたらセミナーにもお越しいただいてたのかなって今一瞬思ったんですけど、はい、まああっぱれ、あっぱれですね。ここまでするとやっぱりもう成功ですかね、うん、もうここまでやると、はい、うちの成婚していた女子もこんなようなことをやってますね、同じようなこと。やっぱ成婚される方ってやっぱもうここまで、ね、うん、もうこのぐらいやらないとダメだよね。目的は何なのか、で大体3つぐらいですか、やっぱりお相手に絞る条件、その3つもものすか、ものすごいのはダメでしょ。年収2000万とかね、あ、そっか、この方650万、うん、そう、はい、中身も問題ですよね。その彼女は多分このラジオを聞いていて相場っていうのが分かったんですよ。そうですね、自分が38歳だから、うん、だから43歳からっていう、そうそうですね、年も、はい、うん、だから散々聞いていて、はい、自分ご自分で目標設定を定めたのがドンピシャだったんですよね、はい、このラジオを通じて、はい、私は38歳でこのぐらいの年収でこのぐらいの学歴だから、相手は43歳から何歳で、でこの辺だったらいけるだろう、でそれ以外は見ないってやったんだと思うし、はい、で謙虚でしょものすごく、はい、で性格が明るい素直謙虚3つ揃ってますよね、まあ、この方と話したら楽しそうですし、ね、楽しそう楽しそう、だから相手の東大卒のご主人もね、はい、きっと頭いい女性だなとか、はい、今思ったように謙虚だな素直だなっていうのが分かったんでしょうね、うん、あっぱれですよ素晴らしい。私ねこの番組やっててよかったなって思いましたけど、そうですね、どうですか、こんなにね褒めちぎっていただいて、うん、何度も何度も聞いていただいて、そう、ね、何よりもそのラジオを聞いていて他の相談所にいたけどもね、うん、ラジオを聞いて結婚したってもうすごいじゃないですか。そうですね、うん、よかった。同じようにヘビロテで聞いていただいてる方も、うん、いらっしゃるかもしれないですね。そうね、この方のようにね。そうね、うん、頑張ったわ。婚活で一番先に始めなきゃいけないことって何ですか。一番先に始めること、すぐに一日で変えられるのは、はい、彼女も言ってたけどファッション、ファッション、うん、要するに第一印象がまず勝負なんですよ。で、婚活ファッションを3枚買ったっておっしゃってたでしょ、はい、で一番最初に写真、プロフィールの写真ありますね、はい、ここで着るお洋服を用意しなきゃいけないですよね、はい、でそのお洋服 の, そのプロフィールの時のメイク、髪型、はい、ポーズ、はい、微笑み方、これがまず勝負でしょ。で、はい、持ってなかったら買わなきゃいけない。婚活ファッションは戦闘着です。戦闘着、それってバストアップだけですか、全身もあるんですか、うん、ね、基本はバストアップと全身、全身2枚、うん、なぜかというと、はい、男性は女性の体つきが見たい、細い人が好きとかぽっちゃりさんが好きとか
スラッとしてる人が好きとかいろいろ好みっていうのがあるので、はい、だからまず全身をとバストアップで変えられるのはそこで使う着るお洋服っていうのはマリーミーの場合はショッピング同行って言って、はい、スタイリストが一緒についてってお洋服を選ぶんですね、はい、でその方に似合った婚活ファッションをいろいろとプロデュースしてくれるんで、はい、そこで1日ですよね。で髪型も変えれば美容院に行けばいいわけですからそれも1日、はい、でメイクはメイクのレッスンっていうのがあるので、はい、この3つを地方からいらして3つ全部1日でやって帰る方もいますよ。お、はいうん、もう海外からもいらしてますよ1日で全部、うんうん、でこの間も大阪の女の子ね、はい、予約して、はい、朝一番に、メイクレッスンを受ける。その前で美容院に行った、はい、でメイクレッスン お洋服買いに行ってメイクレッスンなんかその3つとにかく全部入れて、はい、1日がかりでやると。そういう方はもうねなんていうのかな足が勝手に動くんだよね。なるほど、うん、あとは例えば、まあ、その方の年齢によるんでしょうけど、うんはいまあ、例えば、まあ、マリーミーでは1年以内ですかね、うんはい、結婚成功に導くっていう、はい、大体どのくらいを、うん期限としてね自分で掲げといたらいいんですかね。何歳じゃなくて何歳、まあ、1年とにかく1年はなりふり構わず頑張る。1年は、うん、私はね半年って実は言ってますね。半年って言ってだいたい8ヶ月ぐらいになってくる。1年って言うと、はい、まあ1年ちょっとかかったりするから、まあ、半年頑張ってみようかって言ったりしますけどね。ただ契約自体はどこの相談所も大体1年なんですよ。なるほど、うん、あそうですか。そうそう、はい、だからこの1年はもう習い事もしないし女子会も行かないし旅行も行かないでとにかく土日は新しい男性に会うお見合いする、うん、で先週会った人とデートする、はい、先々週会った人と日曜日デートするみたいな、はいもうルーティーン決める、はいうん、だから人に会ってばっかりの1年ですよね。で平日はもう自分磨きっていうことですか。そうですそうです。もうね遅くまで飲んだくれて肌ボロボロになっちゃいけないんですよ。彼女は髪の毛ツヤツヤにしてるわけでしょ。ね黒髪で天使の輪を作ったと、うん、でしょ、はい、ブラッシングをよくするとか、はい、今電動のブラシなんですよ。ガーってイオン効果のある、はい、ああいうものでずっとブラッシングするとツヤツヤになるのね、はい、そういうのってほら飲んだくれて遊んであー眠いよってドタンって寝てて肌ボロボロとは全然違うじゃないですか、はい、とにかく早く家に帰って髪の毛をマッサージしてでブラッシングして乾かして何したかにしてっていうのが1時間かかるでしょ、はい、で肌の手入れでマッサージするとかパックするとかっていうことで美に時間をかける。平日は、うん、あとご連絡してお相手に睡眠たっぷりとってもうその3人同時に交際するわけでしょ、はい、コピペかもしれないけど名前さえ間違えないで、ね、名前さえ間違えないで、 LINE もしないとお休みなんて。そう昨日は楽しかったわ、はい、どうもありがとうまた会えたら嬉しいなと思ってるんだけどみたいなものをねコピペでこういう一番メモ用紙にやっぱりデートの後はそういう感じですか、うん、デートの後はそうまた会いたいなって言わないとまた会いたいなって言わないと振られちゃうもん。あ次回じゃあまた今度、うん、お相手のね、うん、デートした方とどういう感じの LINE がねあ教えてほしい、ね、何さんでしたっけ教えていただきたいですよね、うんはい、この今日の方はカホさ さんどういうふうにこの本気にカホさんぜひ成功まで導いてくれたのかとかね、うん、テクニック絶対あるはずですからカホさん。そうですそうです、はい、もうラジオを聞きのね、後輩たちに婚活後輩たちにぜひカホさんのやってこられた成功例を、はいはい、教えてください。教えてください、はい、みんな楽しみにしてますよ。はいお願いします。はい、はい、マリミーの方では婚活セミナーを行っておりますのでぜひチェックしてみてください。2月の24日11時から金沢で3月3日13時から東京で詳しくはマリミーのホームページチェックしてみてください。そして東洋経済オンラインウィズオンラインオールアバウトシトラスなどで植草さんコラムを書いていらっしゃいますので、はい、合わせてチェックしてみてください。はいお時間ですね。はい、はい、お相手は植草美幸でした。素敵な日曜の夜をお過ごしください。さよなら。さよなら。また来週楽しみに。